祖山労働党中央委員会第8期第7回総会拡大会議が152年2023年2月26日から3月1日まで党中央委員会本部で行われました。祖山労働党中央委員会地域局常務委員会の金徳本常四門の両委員と祖山労働党中央委員会地域局委員臨候補祖山労働党中央委員会の委員と委員候補が総会に参加し、党中央委員会各部署の人、内閣と各省、中央機関、同市、軍クラスの指導機関の人、農業部門と関係部門、その他関係機関の人が傍聴しました。敬愛する金正恩総書記が総会に臨席しました。総会では、党中央委員会地域局のメンバーで、執行部を選挙しました。党中央委員会政治局は金正恩総書記に総会の司会を委任しました。総書記は党中央委員会第8期第7回総会での協議の目的について明らかにし、新たな農村革命綱領の実行の初年度の活動状況について党中央委員会として分析し評価しました。総書記は近い将来、農業生産を安定した発展の軌道に確実に乗せ、農村の政治思想的、物質技術的土台を実際に固めるためには、農業の発展に否定的に作用する内的要因を適時に探して解消するのが切実な要求として提起されている。そのため、党中央委員会は今回の総会で、昨年の農業の全過程を科学的に、解剖学的に、主観的、客観的に正しく評価して、相応の法則を引き出し、今年の農業と将来的な農業発展の土台を固めるための喫緊の課題と方法を改めてはっきり確定しなければならない。参会者の皆が今回の総会の重要性を深く覚え、本総会が農業発展の展望をはっきり開く上でターニングポイント、経済建設と人民生活の向上の突破口を開く決定的な契機になるようにすべきだとし、開会を宣言しました。総会には次のような議案が上呈されました。1、新時代の農村革命綱領の実行のための初年度の活動状況と一連の主な課題について、2. 人民経済計画遂行の規律を徹底的に確立するために、 3. 国家財政金融の改善のための当面の問題について、 4. 人事異動。上呈された議案は全会一致で承認されました。総会は第一議案の協議の際、新時代の農村革命綱領の実行のための2022年度の活動状況についての報告を聴取しました。報告では、党の農村発展戦略実行の初年度の活動で収められた成果と、是正、克服されるべき傾向と教訓が多面的に、解剖学的に詳細に指摘されました。ついで、党中央委員会の書記たちが討論し、各部門の指導幹部が討論の内容を書面で提出しました。総会は報告と討論を聴取し分析して相応の評価をしました。金正恩総書記は第一議案についての綱領となる結合、今年の農業の当面の課題と農業発展のビジョンについてを行いました。総書記は結合で、祖孫労働党は農村問題を社会主義、共産主義建設運用で必ず解決すべき戦略的問題として重視し、その正しい解決に常に深い関心を向けてきたとし、社会主義建設の全面的発展の段階の要請に即して、農村振興の新時代を粘り強く開いていくための構想を示しました。総書記は、社会主義農村建設目標の達成は、壮大かつ深刻な革命であるだけに、農村問題を遂行に解決するには、科学的な段階と目標を設定し、目的指向性を持って奮闘しなければならないとし、新時代の農村革命綱領の歴史的意義と重要性について改めて強調しました。
結合は現段階の闘争で農村を革命的に改変することを国家の復興発展と人民の福祉増進のための重大な革命課題として改めて提起し、社会主義農村革命綱領を完璧に実行する上で堅持すべき原則的諸問題を明らかにしています。そして穀物生産目標の達成を人民経済発展のための12の主な課題の第一の課題とした党中央の意図と、今回の総会革命会議の基本目的、主な農業発展の目標と課題を示しています。また農業の指導を改善することが主に指摘され、農業生産の指導で堅持すべき原則的諸問題と実行のための方途を明らかにしています。総書記は農業発展の展望目標を実行する上で各道市軍の指導機関と各農場の役割を高めることについて特別強調しました。結合では今年農村建設を一層拡大していくための対策と各市軍で第一義的な意義を付与して粘り強く推し進めるべき政策的課題が示されました。総書記は全党に強力な指導システムが確立し、全人民の団結した力がある限りできないことはないとし、社会主義建設の全面的発展のために我が国家の自尊と人民の福祉のために今年の穀物生産課題を必ず達成し、農業発展の展望目標を成功裏に達成していこうと熱烈に呼びかけました。総書記の歴史的な結合は参会者皆の全面的な支持と賛同を受けました。総会は第2議案人民経済計画成功の規律を徹底的に確立するためにを協議しました。総書記は今総会で人民経済計画遂行の規律問題を主な議案として取り扱う意図と、党中央委員会第8期第6回総会の決定実行のための経済部門と各機関の計画遂行の過程に収められている肯定的な変化と否定的傾向について指摘しました。総書記は全ての党組織が国の経済司令部である内閣の組織力と執行力を弱体化する行為との戦いを強力に展開し、党活動を党の政策実行へと徹底的に施行させ服従させて、今年の人民経済発展のための12の主な課題実行のための実践の戦いを通じて自分の力の検証を受けるべきだと強調しました。会議では人民経済計画遂行の規律を徹底的に確立するための対策が盛り込まれた方策がありました。総会は第3議案として国家財政金融の改善のための当面の問題についてを協議しました。木本国務内閣総理が報告をしました。報告では国の財政部門と財政規律を強め、銀行業務を改善し、科学的な国家金融システムを確立することなど、諸村式社会主義建設の全面的な発展を財政的に裏打ちするための近接な実践的問題が取り上げられました。総会は金正恩総書記が綱領となる結合で示した農村発展の方略の徹底的かつ正確な実行計画を樹立し、経済発展を一層促すための文化別の研究及び協議会を開きました。党と政府の幹部たちが文化別の研究及び協議会を指導しました。8つの文化に分けて行われた研究及び協議会では、歴史的な結合の主な精神にのっとり、関連の諸問題を深く研究した上で革新的で前向きな意見が一人なく述べられ、真摯な協議を経て科学的な対策案、その実現の可能性が徹底的に検討された実利的な作戦案が樹立されました。党中央委員会政治局は農業生産と経済建設の根本的な変革、国際の変化発展を遂げるための新たな投稿目標と遂行の方途が示された決定書の草案を最終的に審議し、総会の承認に付しました。
総会は、偉大な社会主義農村革命功労の立派な実行のための発展的で展望的な決定を全会一致で採択しました。また、経済発展のための主な問題も決定として採択しました。総会では、党中央委員会第8期第6回総会の決定書の一部の条項を修正補足することが決定されました。総会は第4議案として人事異動を取り上げました。諸村労働党中央委員会の委員と委員候補を更迭または補選しました。諸村労働党中央委員会部長を解任または任命しました。政府機関の幹部を解任または任命しました。金正恩総書記が閉会の辞を述べました。金正恩総書記は、諸村革命の発展で要の時期に開かれた党中央委員会第8期第7回総会は、諸村労働党と諸村人民の戦いにおいて極めて重要な意義がある。今回の総会を機に、社会主義経済建設の2大分野である農業を近い数年内に安定した持続可能な発展の軌道に確実に乗せるためのより確かな法案を策定し、国家の全面的復興を促すためのターニングポイントをもたらしたと述べました。総書記は、すべての部門、すべてのところで農村を思想精神的に、物質、技術的に支援し、手助けし、援助するのが社会全般の流れになるようにすべきだとし、農業の発展で根本的な変革をもたらすための主な原則と法度について改めて強調しました。金正恩総書記は、党中央指導機関のメンバーをはじめ活動家の皆が、人民の深い信頼を重く受け止め、社会主義建設の途上に横たわる難関を乗り越える上で、戦いの旗印、前進の騎士となって、責務を立派に果たすものと期待し、閉会を宣言しました。敬愛する金正恩総書記が、ベトナム社会主義共和国主席に祝電を送りました。祝電は次の通りです。ハノイ、ベトナム社会主義共和国主席、ボーバントーアン同志。私は、ベトナム社会主義共和国主席に選挙された、ボーバントーアン同志に熱烈な祝賀と温かい挨拶を送ります。同志が国家主席の重責を担ったのは、ベトナム共産党とベトナム人民皆の高い信任と期待の表れとなります。私はこの機会を借りて、新たな高い段階に上がった両党、両国間の立派な友好協力関係が、両国人民の思考と願いに即して、これからさらに強化発展するものとの確信も表し、主席同士の重責の活動で大きな成果があることを心から祈ります。諸村民主主義人民共和国国務委員長金正恩、主治112年2023年3月2日、平壌。マンステロー家の偉大な金正恩主席と偉大な金正恩国務委員長の銅像に、金日成金正基金中央国担当支部から創立9周年に際して花束が贈られました。3日、主席と国防委員長の銅像に花束が捧げられました。諸村民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会常務会議が行われました。会議では、諸村民主主義人民共和国総理法の採択と移動通信法、労働報酬法の不正に関する問題が審議され、政令が採択されました。諸村労働党中央委員会第8期第6回総会の決定実行に向けも、採掘工業部門の労働者が生産を増やしています。緻密で具体的な経済作戦と指揮が実現し、生産と経営活動全般で進展が止められる中、省全体で、皆様人民経済計画が調査としてされました。大阪鉱山、山東鉱山で、工程間、工体間の協力を強め、生産の手合いを先を見通して綿密に行って、皆様生産計画を繰り上げて達成しました。平壌、ニョンニョ、中山の各鉱山では、削減設備の整備を適時に行って、正常稼働を徹底的に保障し、
コンプレッサーの効率を最大限高めて日程計画を達成しました。日本鉱山万歩製錬所などでも設備をフル稼働させて月間に高い生産実績を上げました。以上でこの時間のニュースを終わります。菅総理がお伝えしました。こちらは著存の声放送です。忘れられない一日。静寂一年。2012年11月3日は平日の一日でした。この日、敬愛する金正恩総書記は、平壌に新築された平壌三院のマストパチ研究所と、竣工を控えたヘルスセンターのリョンウォン、人民野外スケート場、フローラースケート場を現地指導しました。リギョンウォンのリー・プンギさんはこう語ります。金正恩総書記はリギョンウォンに3回も来ました。建設竹縄の時は2回も訪ねてきて、立派なものに建てるよう一つ一つ教え、竣工を控えた11月3日にも来てみました。この時総書記は人民が利用するすべての施設を具体的に見て、人民のためのことで満足とはありえないと意味深長な話をしました。後日知ったことですが、リギョンウォンに来たその日、総書記は平壌三院のマストパチ研究所、人民野外スケート場、ローラスケート場も現地指導したとのことです。人民のためにすべてを捧げよう、人民のため足がすり減るほど走り続けよう、人民に滅私奉仕しよう、これは忘れられないこの一日が悟らせる真の意味でした。忘れられない一日、広大してお話ししました。主眼を置いたのは、外国日東工場の従業員が人民に好まれるニットウェアの生産に励んでいます。注目に値するのは人民のニーズに応えて生産する、これに主眼を置いて試作し実践していることです。工場では商店や住民世帯に頻繁に出向いて製品に対する意見を聞いたりしています。県民の声にデザインを改善する方法を見出しているわけです。これに基づいて優雅で鮮明な色を好む諸村人民の感情に合うデザインを優先させています。サンプルの合評会も定期的に行い、良い経験を一般化しています。ここで従業員が目指すのは、諸村労働党中央委員会第8期第6回総会が与えた課題を徹底的に実行して、良質のニットウェアをより多く生産することです。主眼を置いたのは、東大してお話ししました。